ンネル登録よろしくね。はい、どうもこんにちは、しーちゃんです。こんにちは。今日は寺田町にやってきました。寺田町に美味しいマグロがテイクアウトとイートインで楽しめる居酒屋立ち飲みかな、今日はイートインのスペースで食べ飲みしていきたいと思います。昼からやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで本日は大阪寺田町マグロ問屋に邪魔虫。場所は JR 寺田町駅から徒歩すぐのところ、源家橋商店街という商店街の入り口にあります。軒先にはテイクアウトのメニューがたくさん並んでて、このツナサラダおすすめされてんけど最後買うの忘れた。その他このねボリューミーなお寿司たち、全部どれもすごい見た目インパクト大。買って帰ってる地元の方多かったです。無事入店してお昼の12時、ドリンクメニューはこんな感じ。一発目に選んだのはアサヒスーパードライ様大瓶580円。それでは乾杯の温度参りましょう。今宵はある時ない時酒ある時。これ最近私が勝手に作った乾杯の温度なんやけど、酒ある時をぜひ一緒に言ってもらえると嬉しいです。店主さんのご主人が東部市場の仲卸をされているそうで、海鮮のメニューがかなり豊富、練り物とかもある。ここの店でめちゃめちゃ気になってたメニューがこちら。インドマグロの中落ち、はい、じゃーん、マグロの中落ち。本日はインドマグロでした。食感はもちねっとりって感じ。この横に添えてあるわさびがな、2種類やって、練りと刻み。刻みは結構辛いから気をつけてください。鼻にめっちゃくる。ダブルのせで贅沢にいただく。メニューには韓国料理も豊富で、今回はチャプチェをいただいた。その他チヂミ、蒸し豚とかいろいろありました。代わりは日華ハイボールで日活。このちょっと甘めのチャプチェとマグロのねっとりした中落ち、これがねハイボールのさっぱりスッとした感じによく合う。たまらん。ありがとうございます。追加注文したんはうなせいろ、だし巻きの上に刻みうなぎがたっぷり振り乗ってる。蒸したてでほわほわ。やっぱあったかいのってうまいよな。締めには汁物のサービス付き。今回は卵スープでした。赤だしの日もあるみたい。結構ねほっこり。酔いが冷める。大瓶1本、ハイボール2杯、フード3品で2700円でした。
僕が生活のことに知ってることは何人か回さんだよね、自分のことは出てたので。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田町って結構行きたい酒場たくさんあんねんけど、あんまりね正直ちゃんと行ったことがなくて、このマグロ問屋さんすごく良かったので、またこの寺田町らへんもいろいろ巡っていきたいなと思いました。マグロお中落ち食べたいな、マグロおつぐり食べたいな、チャプチェ食べたいな、お刺身食べたいな、韓国料理食べたいな、ハイボール飲みたいな、などなど思っていただいた方、いいね、グッドボタン、チャンネル登録お待ちしてます。また YouTube 以外にもその他 SNS をたくさんやっていますので、よければそちらも見ていただけると嬉しいです。それではまた会いましょう。バイなら、バイバイ。